俺の両親は魔女に殺されたんだ。近所の人は失踪したと思い込んでるけど、それは偽の記憶で、俺が契約の時に言った願いでそういうことになってる。だけど、俺は覚えてる。それからずっと傭兵をやりながら魔女を飼ってる。これからも、ずっと。呼ばれたようだね。魔女狩りといえばこの俺、美月フェリシアだもんな。そんじゃ早速、仕事と行こうか。よーし、気合バッキバキだ。ガンガン行こうぜ。おお、なんだか手応えあんじゃないの。いいんじゃないの。へへ、なんか強くなったな。でも、まだまだいける。魔法少女になってからはそんなに長くないけど、戦闘はバリバリやってきた。ほぼ毎日な。そこら辺の奴らより俺の方が強えし。そういえば、なんかやたらと決闘を仕掛けてくる魔法少女がいたとかいないとかって話聞いたけど、俺んとこ来ないかな。つうかさ、俺と戦いたくなったらバンバン来いってのは。そんで片っ端から倒せば、俺がすげえ傭兵だってことわかんだろ。おお、この感じ間違いなく突き抜けたでしょ。うん、いい気分じゃん。もっと上へ行っちゃうよ。パーッと楽しい時ってのは、やっぱ何もめんどくさくない時だな。もううざいこと一切なし。やりたいようにやれるってやつ。飯作んのとか、掃除とか。あれだ、家事ってやつ。あれは本当にめんどくさいよな。俺そういうの全然ダメ。できるだけやんないから。ああ、もう知らない知らない。ゴミ溜まっても粘るし。よーっせ、待ってたぜ。こっちはもう準備バッチリだから。どっちかっつうとうずうずしてたし。さあ、狩りに行こうぜ。あそこ、わかってるって、今起きるから、起きるぞ。いいか。ダメだ。もうちょい寝かせろっての。昼飯前にもうちょっと腹すかせときたいんだよな。あ、そうだ。ちょっと相手してくんない？大丈夫大丈夫、手加減するからさ。俺の経験上、今頃って魔女がよくごそごそ動いてるんだよね。どっかにいねえかな。そこら辺探しに行くか。魔女がいたら速攻で戦う。でも、いなかったら速攻で寝る。なんつっても、寝てるのが面倒がなくて一番楽だからね。傭兵家業は24時間営業中。だから、魔女見つけたらいつでもボコりまくる。どっからでもかかってこいっての。魔女を片っ端から倒す。それが俺の仕事。だから、傭兵やってりゃ魔女と出会う確率も上がるわけだし、まさに天職ってやつだ。待ってましただよ。これは俺の出番でしょ。へへ、もうさっきからうずうずしてしょうがないんだよね。さっさと始めようぜ。俺、動物大好きなんだ。だから学校じゃ飼育員やってて、うさぎとか世話してたんだけど、全然懐かねえの！なんで？戦いってのは、ためらったらやられる。敵を見たら何も考えないでボッコボコにするんだ。しかも、できるだけ早くな。世の中面倒なことだらけなんだけど、どうしてもぶち当たったりするんだよな。ああ、もう全部パスして！ダラダラするの大好き。
できればずっとぐーたらしてたいけど、魔女狩りだけは別。そこだけはめっちゃ真面目だから、俺。傭兵って仕事は、なんか漫画で覚えてたんだ。で、頭に浮かんだ時は、来た来たこれじゃんって思ったね。時は七か。まったく気に食わないやつだよ。でも、強いってのはわかる。それだけに余計頭に来るんだよな。あの、アスカってのは、まあ大概はおっちょこちょいなんだけど、たまにしっかりすることがあるんだよな。まあたまにだけど。やっぱり、細かいことまるっと抜きにして全力バリバリで戦うのは気持ちいいよな。俺には一番合ってるね。うひょー！早く戦おうぜ！イエーイ！俺の勝ち！それじゃあ勝てないって！これ、当然の結果でしょ。父ちゃんと母ちゃんのこと、時々思い出すけど、それでまたはっきりわかるんだよ。もう俺には、家族がいないんだってこと。